山梨県の山に登りますっていう先輩がいて、でその先輩初めて の, あのまあ登山 の, そのチームを組ん で, で自分がリーダーで、でその定例会議でもうとにかく先輩にいろんな目的は何、こういう安全対策ちょっと厚め甘くないみたいな、もういっぱい散々しごかれて、でそんでまた3時4時ぐらいまでやって、でその後いつものように飲み会があってベロベロになった時にちょっとその空気の読めない先輩がいまして、あのその開けちゃいけないロッカーをその先輩に開けさせちゃったんですよ、そのリーダー、初めてのリーダーが、はい、開けてみろよみたいな、開けてみろよって言って、お供に見せろよみたいな感じで、それもうベロベロですから、もう周りに開けちゃいましょうみたいな感じで、もうなんとかして開けたんですよ、開けちゃったんですよ、そしたら、ちらっと僕は見たんですけど、もう本当に古いアルバム、写真のアルバムが段になってこうあるんですよ、でなぜか、お札がパンって貼られてるんですよ、3枚ぐらい。でよくその何ですか、石碑っていうんですか、位牌っていうんですか、なんかよく祀られてるやつあるじゃないですか、はいはいはい、亡くなった方のために位牌がポツって置かれてあるわけです、ロッカーの中に。でもそれ普通にこう祀られてるんですか、置かれてるんですか、普通に置かれてるんですよ、上に置かれてて、アルバムの上に、アルバムの上に、でもう埃もかぶってて、まあ、要は本当に誰も触れてないと。でもその先輩酔っ払っちゃって、その、 アルバム取り出してめくって、で中から写真をいくつか撮って、あ面白いですねへーみたいな感じで、ベロベロになって朝起きたらその足元に置いてあったんですって、そのアルバムが、でこう要はこう踏んづけた状態で冷静して寝ちゃったらしいんです、なるほど。でその週にですよ、山登り行きました、春の、まあ、ちょうど一番いい時期の、山登りできた時期に行ったらしいんですけど、なんとですね、まあ、1週間ぐらいの予定で、3日目ぐらいに、まさかの、大雪で降ったらしいんですよ、季節外れの、でもう猛吹雪により、その要は冬山の装備をしてないから、もう完全もう凍傷になって、その先輩、足凍傷になって指切断したんですよ、でもこれでも大事件、いやそうでしょ、もう足指切るぐらいの大事件になっちゃって、で、まあ、先輩もそこから入院して、で会議がまた次の週あって、でうち その首相とか短期のリーダーが、とにかくね、こういう大事件になって、いろんな経緯を調べてみたんだけど、誰かロッカー開けたでしょ、なるほど、そこはその場にはいなかった、いなかったです、なるほど。でそのいろいろ聞いたけど、ロッカー開けたやつがいると、絶対に開けるなっていう話したよね、お席はあったんです、でよう聞いてみたら、そのアルバムにはどんな写真があったかというと、まあ、過去の OB が御巣鷹山に登った時に遭遇した自殺者の写真だったんです。でその先輩、指を切った先輩はちらっと見た時に、男の人がなんか睨んでたと言ってたんですよ、なんか心霊写真、心霊写真じゃないです、普通に人がこうって撮ってるみたいな写真を見たらしいんです。だから別に怖くもなんともないやみたいな感じのノリだったんですけど、でも見事足切断になって、でもう事件が起こって、で絶対触れちゃいけないという、もう写真に触れちゃったと、でなんならちょっと足で踏んづけてしまったと、そうだね、はい、で、もうとにかく後日、もうこれは本当に葬らなきゃいけないから、霊媒師さんもういろんな方に来てもらって、お祓いしてもらって、で供養したんです、供養した、はい、で僕もちょっとちらっと一回だけ見てしまったことがあったんですよね、その写真を、ただその怒ってるような写真とか一枚もなくて、つまり、もう死体が、首をこくくって、木に吊られてるんですけど、もう全部そのブルーシートで一応半分くらい覆われてるような写真しかなかったんです。で先輩がですね、その撮った怒った写真っていうのは一枚もなくて、要は先輩が遊び半分で踏んづけたりしてしまったから、その霊が怒って出てきたんじゃない
ないかと。もともとはそういう写真自体はないんだけど、ないんですよ、はいはい、ふざけんなと、ふざけんな、そのブルーシートの中から、はいはい、で出てきたのを見てしまった。そうなんです。あ、怖い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 な。という話が私のエピソードで。店員すごいな。店員の怖い話エピソードですね。その人ならではというかね。そうそうそう、うん、探検部になかなか所属してたことある人黙っているのかな。俺は聞いたことないよ ね、その探検部ならでは、うん、話ということでね、はいはい、そやっぱり実体験なんで、うん、その明確なオチみたいなってないじゃないですか、うんうん、そうですよね、不思議な、ね、いつの年代ならとかね、はいはいはい、いやすごい、なんかいい話をね。でもそれもしかしたら今の法政大学でもその、うん、まだあるのかな。まだあるかもしれないですね。どっかに残ってる可能性はありますね。はい、お祓いして引き取ってもらうわけでもないね。ですね、そうですね。もしかしたら法政大学の中にどっかに眠ってて、いやいや、そう考えてより怖くは怖いです、なってしまうんですけど、はい、ということで、うわー、よかった、すごく、今回ですね、2週にわたり、2週ではないですね、2週ではない、2回にわたってね、2回にわたって、間違えた、今回の砂川君と法政君に来ていただきました。はい、なんかちっちゃいな。ちっちゃい。ごめんごめん。間違えちゃうんだよ。間違えちゃうんだよ俺。以上、奈良不思議チャンネルでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは、ナナちゃんです。ナナ不思議の吉田和人です。はい、大赤目の信子です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、はい、わかりましたけれども、前回に引き続きお越しいただいて、はい、来ていただいてますね。ヒゲのおじさんです、はい、いやいや、ちゃんと紹介してあげないと。ナナ不思議の BB 五郎です。いやいや、私へ3人目のちゃんちゃったありがたいけども、それはそれでもうすごい急に入ってきますよね。入ってこれまあありがたいです。出ようってさっき話してないですよ。何やるんですかこの3人で。いや、もう分かんない。全然メインのコント、なるほどね、量産コントとしていいですね。東京ゼルサンさんを超えるようななんかやったら面白そうですけどね。まあ、3人でね、そういうことあったらね、はい、全然やりましょうと思いますけども、ちょっとですね、前回に引き続き怖い話を聞かせていただければと思うんですけども、はい、ビビーゴロさんのチャンネルを僕ちょっと拝見させていただいてるんですけど、はい、ゴロさん基本お一人じゃないですか。はい、一人で。あれってどこで撮影されてるんですか。家ですね。真っ暗、そうなんです、照明でね、そうなんです、装飾でってやられるっていうのは僕も、はい、一人であの真っ暗な空間で、はい、こう怖い話してるとちょっとおかしくなってくるんですか。おかしく、そのインカメラでやってるんで、はいはい、そのスマホを鳴らしていただいて、やっぱそこ一点見つめててずっとやってるんで、うん、やっぱおかしくなってくるんですよ。すごいなと思って。で、平山夢明先生っての、はい、小説家の、はい、大ファン方に言われたのが、やっぱ宿ってくるから、精神がおかしくなってくるから、絶対何かあった時は一回そのリセットしないと、ちょっとおかしいなと思ったら、そういう集中してきておかしいなと思ってきたら、絶対その電気つけるので、なんかちょっと体をリフレッシュしないと。平山先生とだとコラボ会でもお話を、いや、僕いつか会いたいんですよね。なんか平山先生大好きなんですから、ぜひぜひ。もう喜びますよ先生。もうすげいっぱい持ってこ、いろんななんかお菓子とかいっぱい。ということで、ちょっとご話を、はいはい、とっておきの怖い話をちょっといただければと思います。それがでもたどたどしいんで、ちょっと、はい、七不思議さん手伝ってもらえます。手伝う。はい、全然全然。あのバイトっていろいろあるじゃないですか。はいはい、やってきましたよ、はい、我々も。試験バイトやったことあります。あ、試験はないっすね。誘われたことはいっぱいありますけど、怖いから俺やんなかった。周りが行ってきたよって話はいろいろ聞いたことありますね。僕20年以上前に1回やったんですね。簡単に言うと治験のバイトっていろいろあるんですよ、はい、その1泊2日とか、はい、3泊4日を2回コースとか、はい、なんか1週間ぐらいのやつとかもあります、あります、聞いたことはありますよ、ね、僕がやったの治験のあれっていうのが、あの例えば、大赤身製薬から、はいはい、風邪薬が出るとするじゃないですか、はい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 、それあれって特許を取ってるんですって、いろんないい成分酵素の他の人たちで、2年間その特許はあの守られるんです。
でその間に吉田製薬がそこの大赤身製薬の風邪薬をちょっといろいろ調べて、成分を調べてさらにいいものを出すんです。その2年間の間に薬を開発して、もうモルモットとかチンパンジーって言いましたかね、そこまで OK になった薬を人間に治験に、はいはい、そうですそうです、ね、で僕がチンパンジーの次がもう人間確か僕の時そうだったんですけど、今どうかあれなんですけど、で3泊4日を2回行くんです。はい、その10人で行って、はい、10対20人か、うん、10人ぐらい、その A グループ10人、B グループ10人に分けられるんですね。はいはい、で最初の3泊4日って A グループが例えば大赤身製薬の薬を飲むんですよ。うん、はい、で B グループが新しく今度発売したい吉田製薬の薬を飲んで、はいはいはい、その1週間後はまた逆になるんですよ、飲む薬。ああ、逆にして。そうなるほど。そこでそのもうご飯も3食出るんですよ。あ、待遇いいんですね。待遇いいです。で漫画ももうものすごい、まあ、娯楽もそろって、もうそうです、ベルセルク級のあのたくさんある感じがいっぱいあるんです。今ね、ワンピースとかこっち亀、そうです、こっち亀とかセニョールパとかよくわからないいっぱいあるんです時間作れるわ。そうです、そうです。で、なんかまあ漫画も読めるし、はい、で薬も麦茶っていうのが置いてて飲み放題なんですよ。あの水って、今はあの水なしで飲める薬とかあるんで、その当時はあの水もちょっとなんか成分を薬変えちゃう可能性があるって言って麦茶しかダメだったんです。そうなんですか。もう今多分世の中がもうしっかりしてるんで、もっとしっかりしてると思うんですけど、でまあそんなバイトをしてたの、それで25万ぐらいでしたかね。おお、やっぱ治験ってすごい金いいって言いますもんね。